DNF は Fedora22 からデフォルトのパッケージ管理システムとして採用された。Dandified YAM は RPM ベースのパッケージ管理システムを採用している Linux Distribution 用のパッケージマネージャーである YAM3.4 のフォークであり、YAM の事実上の後継バージョン。DNF は Fedora18 より試験的に導入が開始され、Fedora22 のバージョンから、 デフォルトのパッケージ管理システムとして採用されている。DNF パッケージは、フェドラの18以降21以前のバージョンや、エピル7にも存在するため、フェドラ19の成果を活用しているリル7や、セント S7 などでも使用することができる。YAM は下記に上げる欠点を抱えていた。また、YAM は Python2 で書かれており、パフォーマンス面で遅くメモリを大量に消費して、 メモリーリークを引き起こしがちになるなどの問題もあった。DNF は YAM に代わる後継パッケージ管理システムを期待され、最先端の SAT ベースの依存関係リゾルバを搭載して2015年5月26日にリリースされた Fedora22 の標準パッケージマネージャーとして採用された Python3 にも対応した。YAM の問題点は下記のように対処された。DNF は RPM に加え、リベゾルブと補機のライブラリーを用いるパッケージ、管理システムとなった。リブレポを利用して、メタデータやパッケージダウンロードの操作をする。リベコンプスによって、コンプスデータの処理や、効果的な操作を行う。パフォーマンス面でも、やむと比較して速度が改善したとの報告がある。2016年12月20日。 ヤムとの互換性の改善を重視した DNF-2.0 がリリースされた。2018年6月27日、バージョン3の安定版である DNF-3.01 がリリースされた。2018年12月17日、バージョン4の安定版である DNF-4.09.1 がリリースされた。DNF は2015年5月に リリースされたフェード a のバージョン20により、標準のパッケージ管理システムとして採用されている。ありがとうございます。